235系、黒い山手線の運行が始まりました。JR 東日本は、今日1日、E235 系、黒い山手線の運行を開始しました。黒い山手線は、日本の鉄道開業150年を記念し、鉄道開業時の1号機関車をイメージしたラッピング電車です。1号機関車を想起させる黒色でフルラッピングされました。先頭車にはヘッドマークが掲出され、車体の各部には、鉄道開業150年記念ロゴが描かれています。AD トレイン広告貸し切り電車として運行され、11両編成のラッピング車体各部には、ネットフリックスロゴデザインも施されています。黒と赤のカラーリングで、1号機関車の雰囲気を醸成しています。車両は、E235系0 番台等15編成が使用されました。E235 系がフルラッピングされるのは今回が初めてとなります。運行区間は山手線全線で、運行期間は今日1日から12月31日までだということです。ラッピング電車の走行位置は JR 東日本アプリにて表示されます。JR 東日本によると、今年が日本初の鉄道が開業し150年を迎える節目の年であることから、様々なイベントを開催していくということです。これで、10月1日の KAB ニュースを終わります。